小よしこちゃんです。どうも皆さんおはようございます。私は皆さんに呼びかけ、昨日の気になる良かったことを実行、引き出すお仕事をしています。かぶせよしこちゃんって噂されてますけど、時短のためですが、区長早く喋って。おはようございます。昨日3月3日はひな祭りバンドに参加しましたと、その前にをやっていたんですね。フィリピンツアーが5月にあるということなんで、これは参加したいなと今から目標を決めて。よかったこと2つ目は、1日に発表されたカワゴンさんの動画に、なんと新橋ブックマークカフェすみえさんを発見したと。3つ目は、よかったことを3つくらい使っちゃおうかな。昨日はライブでございました。バースデーライブということで、次かおりさん早く来てきてと呼んでましたら、来ましたよ、かおりさん。今なんかかおりさんから来た。4つ目は、また長谷川ひろ子さんもいらっしゃいました。3月8日に代々木公園でやりますんで、僕も見に行きます。5つ目は、美人生大成功、超ラッキー、地球ラブ、魔法の水の話をしてますでしょ。これをステージで言うんですよ、かおりさん。もう言えば言うほど怪しくなるという。でも本当に効果がありますんでね、希望者には動画を送ります。で、本当人生の裏技です。6つ目は、人生の裏技、充電に困らなくなりました。もう3週間くらいコンセントから充電してません。で、電池が切れて困ったっていうね、この Q さんとかも言ってましたけど、やり方、バッテリーを追加購入する必要はありますが、基本無料でできる考え方なんで、その7つ目は、前からお会いしたかったスコットさんにお会いすることができました。エリーさんが連れて来られました。どうもありがとうございます。エリーさんも綺麗になってました。8つ目は、ブレーキを外したキックボードデビューってことで、めちゃめちゃ便利になり、危なくない。9つ目は、風切り音もなかったですね。10個目は、皆さんパープレキシティってご存知ですか。もうググるのはやめましょう。パプるようにしましょう。希望者にはリンクを送ります。無料です。素晴らしい、偉いですね。そして今日の予定と目標は、はい、今日は昼がパーティー、夜はズームがあります。これは6日千葉に集まりますよ。7日は一目の会です。16日は陽子さんのバースデーライブ湯島であります。17日は KSA みゆきさんのライブ、22日はてるきなさんのライブに見に行くんですよ。31日は先ほど言った香里さんのライブです。